ミカンは愛媛県のイメージアップキャラクター。また、2017年に愛媛県で開催された、マナガをつなぐ愛媛国体、マナガをつなぐ愛媛大会のマスコットキャラクターでもある。愛媛県の公式イメージアップキャラクターであり、モチーフはミカンと犬。ミカンは愛媛県の特産品であることや、犬は愛媛県の方言である、野犬を犬とかけていること。 また、愛媛県の形が走る犬の姿に似ていることがモチーフとなった理由である。ミキャンの耳はミカンの葉、尻尾はミカンの花である。ミキャンという名前はデザインが決定された後に一般公募によって決定された。ミカンと子犬の鳴き声のキャンや前向きな姿勢を表す英語のキャンの意味を含んでいる。2012年のゆるキャラグランプリについては、 前年2位だった今治市のバリーさん側から愛媛県の中村時博知事へ応援要請がされ愛媛県を挙げてバリーさんを支援することになったため未キャンはエントリーはしたものの865キャラ中847位に終わったバリーさんが電動入りでエントリーしなくなった2013年以降の夜キャラグランプリは愛媛県が本腰を入れて選挙活動をするようになったため 同年は11位、2014年には3位と着実に順位を上げた。2015年のゆるキャラグランプリではインターネット投票では1位だったものの静岡県の浜松市で開催された最終投票イベントで地元の出世代名を家康くんに逆転されてしまい2位に終わった。2016年のゆるキャラグランプリはミキャンの地元松山市で開催されたが 県内外から訪れる人々に楽しんでもらうため、エントリーを辞退して、おもてなしに回った。ありがとうございます。